2階に行けって言われて、なんか2階行きます。ショベルヘッド解放区、トコトン、トコトン、ショベルヘッド解放区の坂井です。本日はですね、新規登録ということで、やっと登録までエンジンも始動して、登録の仕方ということで勉強はさせていただいたんですけど、今日ちょっと具体的に陸運局に行ってこようかなということで、前回のこの動画見てもらえば大体わかると思うんですが、陸運局に持っていくものが、通関証であったりピンクストリップであったりっていうことで、これ通関証、ピンクストリップ、ピンクストリップじゃピンクスリップか、ごめんなさい、あと譲渡書か、はい、という形で書類が揃ってるんで、新規登録に行きたいと思います。で、その中で写真っていうのがあったと思うんですよ。で、その写真がちょっとまずいかなというところで、こんな感じですね、プリントしたんですよね、はい、パソコンで。だからちょっとあんまりもしかしたら通らないかなっていうところと、あと諸言表ですか、諸言表、これ諸言表として、パーツリストじゃなくてサービスマニュアルを持っていこうと思ってます。で、ここから抜粋してくれっていう形でね。で、あとは印鑑ですか、これぐらいでちょっと陸運局の方に行ってちょっと様子を見てくるとか、もしあれだったら出していきます。で、あと動画見てもらえば分かると思うんですけど、陸運局が記入して提出してほしいっていう書類があるんですよね。ここに全部用意してあるんですけど、これでちょっと前の動画見てもらえば分かると思うんですが、ちょっとね、それが記入の仕方がめちゃくちゃ難しいんですよ。だからその辺もちょっと踏まえてどう書けばいいのかみたいなことも教えてもらいながらというところで陸運局行っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと陸運局帰ってきたらまた動画回します。はい、今帰ってきました、陸運局の方から。これやばいっす、マジでやべえっす。陸運局に3時間ぐらいいたんですけど、ちょっと1件廃車があったんで、この時期の廃車で時間がかかるっていうところもあったんですけど、たらい回しになっちゃったんですよね。で、たらい回しって言っても、その新規登録っていうことで、その忙しい時にあんま知らない人とかも結構いたりとかしてっていうところだったんですけど、とりあえずやばいっす、めちゃくちゃ大変です、新規登録。要は、前の動画の3個3個じゃない、提出書類があるって言ってて、要は結局、現地タイトルとピンクスリップ、なんだか現地タイトルと通関証と譲渡書、この3つと、あと他にさ、陸運局に提出しないといけない書類があるんですよ。これ今僕プリントして持ってって、結局向こうの人に教えてもらおうなんていう形でやってったんですけど、結局自分で書かなくちゃいけないっていうことになって、で、向こうの人にプリントしてもらったんですよ、改めて。そしてちょっとね、やっぱね、パソコンからのダウンロードはちょっとまずいね、まずい感じで、これ結局プリントしてもらったものなんですけど、で、持ってって、で、もう一個このなんだ、詳細を持ってかないといけないって言って、パーツリストじゃなくてサービスマニュアル持ってくっていうことだったんですけど、結局これ、ジェネラルっていうところ、パーツリスト、サービスマニュアルがあれば OK です。で、この書類を提出する書類っていうのは、その陸運局からもらう書類をの記入がめちゃくちゃ難しいっていうことが分かりました。で、何が難しいかって言って、けど難しいけどやばいけどめっちゃ分かった俺。なんて言えばいいのかな、要はさ、これ車と二輪が一緒になってるんですよね、その 陸運局に提出する書類が。で、それがどういう車体になってるのかっていうのがサービスマニュアルから抜粋しなくちゃいけないんですよ。で、この抜粋する場所がわからない、で、ここ記入の仕方がわからないっていうことなんですけど、実はね、俺これが今日すごい勉強になったことなんだけど、書かなくていいところがめちゃくちゃあるんですよ。
そう書かなくていいところを教えてもらえばいいんですよ。そうすれば自分で書けます。うん。で、結局今日僕行って、いろいろこれも手伝ってもらって全部書いてきたんですよ。もうあとちょっとでも完成するんですよね。これちょっと見て、変なの書いてあるかも。うん。全然いいですよ。まあ、あかんか。もうこれ、全部もうほぼもう処理はできてるんですよ。うん。だから陸運局にはまず一回この提出しないといけないこの書類っていうのをまずもらいに行って、でもらいに行った時に書かなくていいところを教えてもらってください。そうすれば書くとこはこのサービスマニュアルがあれば全部書けます。ちょっと細かいところまで行くとあれなんだけど、で俺も次今日ちょっと出戻りで、なんで出戻りかって言ったら、この写真があるんですけど、この写真に、ウィンカーつけないといけないということになったんですよね。うん、車検が通る状態の写真を持ってこいっていうことだったんですよ。輸入した時の写真じゃなくて、輸入したまんまの写真じゃなくて、車検が取れる状態での写真を持ってきてほしいということで、まあ出直しなんですけど、とりあえず陸運局に3回行けば多分新規登録できます。で新規登録するために必要なのは3つね、現地タイトルと通関証と譲渡証、この3つは絶対必要で、あとはサービスマニュアルか、サービスマニュアルがあれば新規登録はできると思う。うん。あと陸運局には3回行くっていうことはちょっと頭にもう最初から入れといて、俺は2回でいいと思う。うん。今日めちゃくちゃその陸運局の人にさ、めちゃくちゃ教えてもらったんだよね。だから時間3時間ぐらいかかったけど、この書類を一緒に書いてもらったんですよ。で書いてもらって、このサービスマニュアルのこのジェネラルっていうとこなんだけど、ボアがいくつ、シリンダーの大きさがいくつだとかさ、なんかいろいろ書いてある部分があるんですよ。そこをただここに写すだけだけど、だけどもどこに書けばいいのか、どこを記入してどこを記入しなくていいのかっていうことが分かんなかったんですよね。それが分かれば結構そこをその人パッパパ、ここはいらない、ここはいらないって言ってくれるんですよ。それだったら本当俺でも見て分かるんですよ。うん。なんでそこ、俺それが分かったのがこの結局書類、必要な書類3つ、要はヤフオクとかで買うのは3つ、この3つがなければやばいよっていうこの3つね、前回の動画見てもらえばいいと思うんです。この3つ、これはいいんですよ。であとはサービスマニュアルと陸運局に行って新規登録の書類をもらう、もらってその時に書かなくていいところはどこですかって聞いて、それをちゃんとこうチェックしてもらった方がいい。ここは書かなくていい、ここは書かない、4輪と2輪がぐちゃぐちゃになってるんですよ。俺これマジでやばいけど、めっちゃ大変だけど、これ突破口ですよ。うん。これ、あと全然難しくない、実は。気持ちはすげえ難しい気持ちだったんだけど、うわ、どうしようかな、どうしようかなと思ってたんだけど、いざ聞いてみてやってみたらそういうことなんですよ。うん。なんで、ちょっとこれ新規登録そんな難しくないよ。うん。このままやってきますね。はい、本日の動画終わります。ありがとうございました。はい、それでは5000人チャレンジ企画やってきまーす。前回が3359人ということで、今回、まぁ、ちょっと撮影がちょっと詰まっていったんで、あんまり増えていただけてないんですけど、今回が3363人ということで、4人増えました。ありがとうございます。はい、なんで400円入れますね。はい、400円。1、2、3、4、はい、ありがとうございます。4人の方ありがとうございました。はい、本日の動画はね、結構ね、俺思ってた以上にやばいけど、思ってた以上にやってみたらよかった、分かったって感じ、できるっていう風に思えたんだよね。うん。だから新規登録ちょっと多分みんなちょっと敷居が高い、俺もそうだよもちろんって思ってたかもしれないけど、いけますよ。はい。はい。ありがとうございました。